ふう、先日の面接の結果は、う、この度はあなたを取りません。金玉夫さんのご活躍を心から祈願しておりません。また落ちた。う、なんやこのお祈りメール。もう少し丁寧に書いてくれてもいいのに。こうなったら起業するしかない。なんとしてでも仕事しないと。うん、なんか飲食店がいいな。よし、カツカレー屋を開こう。でも普通だとダメだ。ちょっと工夫しないと。肉はクジラの肉にして。そうだ、山の頂上に立てよう。そんなカツカレー屋聞いたことないぞ、ははぁ。へいらっしゃい、カツカレー屋だよ。クジラの肉を使ったカツカレーいかが？う、動物しかおらん。なにこれ？てかよくここまで店も食材も運んでこれたな。あ、父さんの方。なんじゃ。どうぞ、カツカレー屋です。一ついかが？おぉ、カツカレーか。いらん。あれだな。高さのインパクトが足りないな。こうなったら、もっと高く。そうだ、空だ。空に立てよう。貯金は少しあるから、高いタワー立てて、上空2000メートルで回転しよう。命綱も作って。へいらっしゃいらっしゃい、名付けて上空2000メートルカツカレーだよ。クジラの肉を使ったカツカレー、お一ついかが。やば、今冷静に考えたら俺ダンション、こんなん来れるわけないやん。来るっとる。ん、はっはっ、ここが噂の上空2000メートルカツカレー屋は。あ、え、人来た。どうしてここが地上で噂になっとるわい。狂った店があるとわしが一番乗りじゃ。やば、人来た。どうぞ。ありがとうございました。うまかったぞ青年。あ、え、また今度は家族連れ。みやこ、しっかり持って。怖いよ。カレー食べに来ました。どうぞ。うん、美味しかった。ありがとうございました。ここが噂の上空2000メートルカレーだそうです。到着しました。あ、どうぞ。撮影ですか？あ、俺、今、登録者40万人いるインフルエンサーなんです。今、ライブ配信してます。あ、え、40万人インフルエンサー？そうです。やばー！インフルエンサーまで来た。いやー、最高。めっちゃうまかった。みんな見てます。ありがとうございました。うわー、俺が先だ。どけ。やばー！客鬼来た。次のニュースです。なんと上空2000メートルカレーが大ヒット。金玉夫さんです。連日連夜、世界中から人が押し寄せてくるそうです。ありがとうございます。こんな奇跡が起きるとは。設備投資大変じゃなかったですか？いえ、貯金は少しあったので、なんとかしました。これから世界にチェーン店を開きます。すごい！上空2000メートルカレーのチェーン店とは、これは期待です。はい、はっはっは。さあ、今日も開店するぞ。いらっしゃい、いらっしゃい。お、地震だ。まずい。地震のこと、あまり考えてなかった。わー！面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録してね。パス？パス？